なんかさ、うん、全員金髪で両耳ピアスしてる感じ、ちょっと気持ち悪いか。おい、いきなり沖縄のシングルマザーの悪口言うな。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。自然が育てているから、そうなるんだ、沖縄の人は。おのずとなっちゃう。なっちゃう、そう。いや、さ、世の中、かっこいい人っていっぱいいるね。かっこいい人だらけも、かっこいい人ばっかりいるよ、めっちゃかっこいいも頑張ってる、何か頑張ってるみたいな、もうかっこいい、それは。いや、特に、かっこいい人、憧れてる人っているんだけど、俺。あ、憧れてる人とかになると、スポーツ選手とか、芸能人とかか。あ、じゃなくて、二世タレントさん。なんで憧れてんだよ、おい。二世タレントだけはかっこ悪いって。かっこ悪い、唯一かっこ悪い肩書きだから。なりたいな。なりたい。いや、二世タレントもさ、ある分野で大活躍して、後々この人のお子さんだったんだ、あ、後から分かるパターンのやつね。このパターン。あ、それめっちゃかっこいい。その浜田さんの息子さんというか、後々分かるやつね。あ、それめっちゃかっこいい。それはではなく、メディア初出演がさんま御殿のパターンの二世タレント好きなの。あ、そいつそいつかっこ悪いって。かっこ悪い、そいつ。なんでそいつになりたいんだよ。いや、番組出て、肩の力抜いて喋ってる感じがすごくかっこいいな。肩の力抜いてるわけじゃない。あれはもうそのギアの入れ方が分からなくなってるだけだから、その何にも頑張る必要がなすぎて、そのギア入んで、肩がもう肩に力入る瞬間がなかったから、そうなってるだけだから。まあ、すごい憧れてて。いや、憧れるなって、あれになりたいな。なりたいんだ。でもそれはちょっと心配いらないというか。どういうこと？正直、新谷くんのお父様、お母様って、売れてる人じゃないわけだもん。だから、慣れない、なりたくても。今、サラリーマンと、ちょっとパートナー。普通のね、主婦の人でしょ。だから、ちょっと今から売れてもらうわ。今から売れてもらうの？難しくない？絶対そう。え、20代でもないし、30代でもないでしょ、多分。60手前がいいと思う。難しいって。売れる時もう、ヨボヨボになっちゃうからさ。60代の、この夫婦が、素早く売れる方法っていうのはさ、モノマネとかになってくるじゃん。モノマネ舐めすぎてるわ、ちょっと。そんな過疎地域じゃないからさ、みんなギチギチにしのぎ削ってるよ、モノマネも。いや、両親、ある芸能人にもうそっくりなのよ。2人とも同じ人に似てんの？そうちょっと面白くなってきたな、じゃあ。同じ人のモノマネするってことじゃん。そう2人とも似てるんだよね、性別も違うのに。え、すでに似てるんだ。誰に似てるのそれ？あの、鶴野武さん。本当に？本当に似てるそれ。鶴野、あんなファンキーな感じ？本当？鶴野武さんに両方とも似てるんだ。そうあ、じゃあ売れるかもしんないよ、それは。内面がそっくり。内面の方なの？内面の方分かんないって、鶴野さんのいい人そうしか分かんないから。あ、じゃなくて、気が利く。それぐらいのことでいいの？それぐらいのことでいいなら、みんな鶴野さんの類似タレントになっちゃうからさ。だから両親には、その鶴野武さんの内面のそっくりさんとして売れてもらおう。絶対売れれないよ、それは。なんで？内面そっくりですで出してもそれカットされちゃうから、テレビ出れないよ。そうか、うん、ってことは、もう見た目もゴリゴリ整形して、二人とも鶴野武の見た目にしちゃえよってこと？そんな残酷な提案してないよ、俺別に。そこまでそんな二世タレント応援してないからさ。でもやらすわ。なんでやらすんだよそれ。いや、だってさ、親ってさ、子供の夢を叶えるためなら、何でもするべきじゃん。もうその時期多分終わってるって。高校生とかで、海外に遠征行くからお金出すとかはあるけど、もう違うよ、その時期じゃ。産んでって頼んでねえし。なんでそんな話になるの？なんでそんな深い話になるのよ。いや、でも両親とも整形させる。整形させる。鶴野さんそっくりに、売れる方法だって感じ。いや、もう売れるけどな。だから両方ともね、等身大の鶴野武にします。おい、めっちゃいいじゃん。で、お父さんをどんどんちっちゃくして。お父さんが縮めんの？そう、こんぐらいの鶴野武する。めっちゃちっちゃくするんだ。そうなんでそれ。で、キュキュキュってして、え、魚の、ちっちゃい魚の鶴の武士にするわ。ボディ魚にすんの？そうボディ魚にしたら、その呼吸法とか変わってきちゃうから。もう魚の鶴の武士。鶴の武士の顔で魚にするんだ。そういや、大変なことになるよ、ちっちゃめのね。ちっちゃめのちっちゃさが大事なんだ。そうで、お母様等身大の、お母さん等身大にするので、で、口元をこの、
ボコペロってこうなんかペリカンみたいな、ペリカンみたいな、ペリカンじゃん、じゃあもうもうペリカンみたいにしたら、ペリカンだってさ、鶴野さんに似てるとかじゃなくて、うん、ペリカンになっちゃうから、でペリカンとこう水溜まるから、あそこにこうお父さん入れて、うん、そこに泳がせるの。そうそう、そこに泳がせる、なんで、うん、なんでそんなことなんで、お母さんがそう気の利いたこと、うん、とか言ったら、その盛り上げでこうピチョンってこう、いや、ニモの喜びがニモのユーモアしてるじゃん、それ同じなの、喜びの表現がファインディングニモと一緒だから。そうそう、そんで俺はこれで売れた両親のね、うん、そのまあ、そのお父さんが60手前でちっちゃい魚になっちゃったし、お母さんが釣るので等身大でペリカンみたいになっちゃった、うん、2世として売れるわ。もう何の2世か分からない、それ何の2世か分からんって。まあでも絶対売れそうじゃない、絶対売れそうだな、うん、ありがとうございました